実況パワフルプロ野球。はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。今回はね、いつもの企画とは別に、リクエストに来てたことをお答えしたいかなと思います。まあね、前回もやらさせていただいたんですけども、新球種開発のまあ第2弾といった形で、まあ前回はね、最強のカーブを作ろうみたいな感じで、まあ名前が出せば B カーブみたいになりましたが、今回はね、ツーシーム作ってくださいっていうコメントを、まあ結構多数いただいた、まあ多数って言ってもね、そんなにいただいてはないんですけども、いくつかいただいたので、今回は、そのツーシームを作っていきたいのかなと思います。じゃあやっていきましょう。開発する。 OK、 1個しか作れないの？そんなことないよね。 B カーブのパラメータを変更する。 OK、 OK したらこれセレクトに戻るんじゃない？新球種って1個しか作れないの？あ、ここで作れる。新球種開発のボールが不足しているため、開発できません。はあ、そんなんがあるんだね。あ、これで買えると。よし、1個買おう。これはなんでポイントが溜まってるのかよくわかりませんが、まあ、せっかくだしね、買いましょう。まあ、こういうことも、あれだなね、PP で、パワープロポイントなのかな？の略かな？そんなんで、やってるってこと自体が、まあ、すごいなと思うんですが。まあ、今日も楽しく開発していきましょう。ストレート系で、ツーシーム、やっていきましょう。いやね、まあ、コメントで、山崎康明選手のツーシームを作ってくださいとか、黒田選手のツーシームを作ってくださいみたいなコメントをいただいたんですけども、まあ、実際ね、これ、前の動画でも喋らせていただいたんですけど、まあ、実際、その、パワプロの方で、まあそのね、本家の方が作ってくださってるので、まあそれを目安にしていただけたらいいかなと思うんですが、まあ今回はね、まあ言ってしまえばオリジナルの最強ツーシームを作っていけたらなと思います。まあ最近日本でもね、投げる方多くなってきて、ほんとここ最近だよね。10年前とかならツーシーム投げる人ってものすごく珍しかったんじゃないかなと思います。まあ僕もね、ツーシーム本当の野球の方で投げてみるんですけど、ちょうどね、こう今縫い目がボールで出てるんですけど、縫い目をそぐ形で、縫い目にこう手を合わせる形で、持つ投げ方なんですけど、ものすごくね、こう指先が痛くなるんだよね。まあ、僕の投げ方が悪いのか、なんとも言えませんが、あれを多投できる人ってすごくこう、鍛錬というかね、練習を積んでると思います。個人的にはそんなね、あの付け焼き刃で投げれるような球じゃないなと個人的には思います。まあ、本当にね、確かにうまいこと回ればシュートっぽく、どちらかといえばシュート回転チックな曲がり方、ちょっとクイッて曲がるような感覚にはなるんですけど、あれを毎回のようにね、特に黒田投手とか、まあ、山崎康明選手のボールはね、どちらかといえば挟む形、ツーシームよりかはもう少し大きく、握る形にはなるんですけど、まあ、黒田投手とかはね、特にあのシュート、ほぼほぼシュート、まあ、フロントドアと言われる形にはなるんですけど、まあある意味すごいなと、ある意味すごいなというか、ただただすごいなっていうのが個人的な意見ですね。ということで作っていきましょう。球速、まあ、ストレートに見せてちょっと曲がるからこその威力、まあ、カットボールの逆版、まあ、高速シュートよりも曲がらない、カットボールの、まあ、シュート回転ボールっていった形にはなるのかな。まあ、カットボールがね、こう多分川上憲伸選手とかの時代に流行ったんじゃないかな。最近はカットボールよりもツーシームもよく効くなっていうことを個人的には思うんですけど、まあ球速は速いに越したことはないんじゃないかなと思います。まあ同じようなスピードでもいいかな、それよりも速い、ちょっとだけ遅い方がブレーキが効いていいんじゃないかなと思います。ブレーキ、ある意味ブレーキを思いっきりかけるとどうなるんだろうね。で、重さを、まあこれ普通でちょっと試し投げしてみましょう。これでどうなるんだろう。ブレーキが思いっきり効くけど球は速いっていうボールを作れる自体が、びっくりなんですけど、まあ、ちょっと面白くなっていただけると嬉しいかなと思います。変化量は変えれないよね、きっと。ストレート、ツーシーム、どんな感じ？
まあ確かにブレーキ効いてるね。でもこれだと打たれやすくなりそうな気がしますね。どっちかといえば。うん、やめる、終了する。うん、これでいいね。そうだね、変化量とかはつけれないからね。最強のツーシームって言ってもブレーキを効かせる、重さを効かすっていうことぐらいしかできないんですけど、どうだろう、やっぱ重い方がいいよね、間違いなく。ボールの質的に。で、ブレーキをあんまり効かせない方がいいなってことを個人的には思いました、ね。ブレーキ効いた方がランクは上がるけどね。ブレーキは効かさない方がいいんじゃないかな。少し、これぐらい。で、重さ完璧。で、速さは、ちょっと速くしてみようか。これでちょっと試し投げ。ブレーキ効かさず、重さを上げたツーシーム。誰だろう、これを例えるなら。サバテとかツーシームのイメージないよね。うん、これが普通のストレート。で、ツーシーム。どんな感じだろう。あ、いいね、いいね、いいね。な、個人的に好きなツーシームだな、これ。うん。まあ、本当にフロントドアと言われるってような形になるんじゃないかな、このボールね。まあ、ストレートはこうやって内角にクイッと来られた後にツーシームを投げられると、手出ないんじゃないかな。まあね、右ピッチャーから左投手からすると、まあ内角に投げればね、多分打ちづらくはなると思うんですけど、ね、外角に逃げていく球っていうのは見られやすいからね。うん、どっちかといえば打たれやすくなるんじゃないかな。でもツーシームを極めれば、ストレートのツーシームだけで抑えることも可能なんじゃないかな。あとチェンジアップとね。この3球種持っとけば、ね、まあそのストレートがあまりにも打たれやすいとかね、球速があまり出ないとか、軽すぎるとか言ったことがない限り、まあ本当に野球ってね、変化量云々の前にタイミングのスポーツだから、まあ本当にね、自分がやってて感じるのは。まあね、皆さん実際やったこともある方もいれば、ゲームしかやったことない、まあプロ観戦しかしたことないっていう方もいらっしゃるのかなとは思うんですけど、いや本当にね、野球っていうのは、うん、本当に一瞬のスポーツですから、まあ、バッター、まあ、ピッチャーからするとね、いろいろこうね、試行錯誤がありますけど、バッターからするとに、まあ、読み合いとかね、そういうのはたくさんありますけど、結局はタイミングだからね。うん、狙ってたボールと思いっきり球速が違うボールが来て当てれるかと言われると、うん、僕みたいな人は無理だと思います。まあね、だからこそプロ野球っていうのは面白いんだと思います。あんなんね、球速さ30キロとか出されてもそれ考えられないもんね。本当に僕はその中学までしか野球はしてなかったので、うん、高校はテニスをしてしまったんで、ね、ちょっとやっとけばよかったなっていうのは今思うんですけど、まあ、本当にタイミングのスポーツなのかなと個人的には思います。なんでね、もう皆さん野球したいなって方がいらっしゃったら、まあ、カーブはね、カーブスライダーはそれなりに簡単に投げれるんじゃないかなと思うんで、まあ、通信も極めるのはなかなかこう試行錯誤いるとは思うんですけど、本当にタイミングを外せれるボールがあればね、フォークが投げたい、パームが投げたいっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、本当にね、ピッチャー、ストレートが良ければ何でもよしって言ったかとこはありますし、うん、まあ、何か一つ極めるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。器用貧乏っていう言葉がありますからね。まあ僕が熱く語っても、そんなにすごい人じゃないんで、なんとも言えないんですけど、まあ、本当にね、好きなことを好きなようにやれればいいんじゃないかなと思います。ってことで名前。ツーシームでしょう。まあ、フロントドアっていう名前をつけてもいいんですけど、まあ、それは、パクリになっちゃうからね。まあ、ちょっと微妙に動くっていう意味でしょ。ツーシームってどういう意味なんだろうね。あ、そっか。ツーシームは縫い目が、2つに見えるから、ツーシームか。フォーシームはね、4つに見えるから、縫い目が4つに見えるから、フォーシームだったかな。多分そういう由来だよね。まあ、確実にアメリカから持ってきてる名前を。ストレートはこっち日本で、フォーシームはまあアメリカの言い方なんです。なんだと思うんですけどね。ということで、カタカナ、漢字、うん、漢字っていうイメージはない。なんかカタカナだよね。まあ、微動だに動く。まあ、少し動く。カットボールっていう名前はすごく、魅力的なのかなと思います。名前的にはね、
すごーくかっこいい名前ですよね、カットボールってね。そうなると何が一番ふさわしいんだろうね。微動する、難しいねこの名前。ツーシームか、名前もかっこいいね。まあ打ち損じてしまうボール、まあ芯を外すボール、どうだろうね。なんかいい名前ないかな。名前考えとけよって話なんですけどね。そうだね、僕まあ言あまり言ってないんですけど、結構ね戦国時代とか日本史が好きなんですよね。でまあイレギュラーって言った意味合いに関すると、まあ人物名で言うとね、今真田幸村とかがものすごくね、まあ流行ってるというか、まあ大河ドラマにもなって、まあ本当に本家みたいな感じですけど、まあ少しね、道に揃えていくと、まああまり熱く語ってもしょうがないんですけど、まあもしねそういう方が好きな方がいらっしゃって、そういう話してほしいって言われたら、結構僕、歴史に関してはすごく好きなんで、まあそんなオタクというかものすごく知ってるわけじゃないんですけど、まあある程度は知ってるって形で、僕が好きな、人が服部半蔵なんですよね。ってことで、まあ微動だに動く、まあ、半蔵にしよう。パズドラかよって話なんですけど、まあかっこよく決めるということで半蔵にしよう。うん、あんまり名前のセンス僕がないんで、ポケモンとかもね、全然ネーミングセンスないんで、いつも友達からバカにされるんですけどね。結局ね、こう対戦する時とかに名前つけてこようぜみたいな話になるんですけど、僕はものすごく名前つけるのが苦手です。うん、ってことで半蔵ボール、よし、こんな感じのツーシームは僕の好きなツーシームかなと思います。まあ一応リクエストくださった方ありがとうございます。まああまり最後しっくりは来なかったですが、喋りたいことは喋れたんで、これでいいんじゃないかなと思います。ということでね、ご視聴ありがとうございました。まだまだね、いろいろリクエスト受け付けております。まあ、サクセスとかもね、パワフェスやらないのっていうコメントもあったんですけど、まあ、いつかやっていけたらいいかなと。まとめて時間が取れる時があればね、いいんですけど、5、6月はなかなか忙しいんじゃないかなと思います。まあ、でもね、最低1日1動画、できれば2、3ぐらい上げていけたら、やりたいゲームもたくさんありますからね、まあ何かしら皆さんに伝えていければいいかなと思っております。まあもちろんね、パワープロ2016、プロスピ2015がメインにはなってくるとは思いますが、まあ、どんなゲームでも見ていただけると嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、コスケでした。さよなら。